24歳のお誕生日おめでとうございます。イエーイ。はい、まあ出会ったのは高校の頃で、だいぶね、もう何年経ったかもわかんないね。それぐらい、一緒に踊ってきているなと思うと、とても感慨深い気持ちになりますが、まあいつも、レベル8の中で結構大人な対応をしてくれているんじゃないかなと思います。まあいろいろね、こう年を重ねてきて、いろんなイベントにも出たりとか、8でなんか楽しいねことをしたりとかたくさんやってきたけど、まあ、これからもね変わらずどん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 、成長して、楽しいこととかイベントもね再開したらたくさん出て、いつまでも健康でいましょう。はい、まあもうすぐにん、まだ20代なので、たくさん動いてたくさん踊っていろんなことにチャレンジできるようにしていけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、この1年間また楽しいこといっぱいしていきましょう。ということで本当におめでとう。バイバイ。大ちゃん誕生日おめでとうございます。ちょっと今家から、いや家じゃねえや、学校から帰ってきたんですけど風強くて音入ってたらすいません。24歳になったと思うんですけど、特に何か節目があるかって言われたらちょっと自分よくわかんないんですけど、なんだろう、もう大ちゃんに出会ってからも5年くらい経つんですけど、大ちゃんめっちゃ面白くてすごい人柄が良くて接しやすくて個人的にはすごく助かってます。なんだろう、普段ふざけてたりとかすること多いんですけど、ダンスのことになるとこうストイックというか真面目で、こう分かんないところを教えてくれたりとか、すごく助かってます。今ちょっと時期が時期でなかなかみんなで集まって練習できたりとかイベント出たりできないんですけど、これが落ち着いたらみんなで、踊りたいなってすごく思ってます。何よりこう健康に気をつけることが一番だと思うので、この1年体に気をつけて過ごしてください。じゃあ、大輔さんお誕生日おめでとうございます。かっこよくてみんなにとても優しくてメンバーの中で一番落ち着いているようで、メンバーの中で一番クレイジーな大輔さんのことをとても尊敬しています。他の人よりも少し慎重な考え方ができる大輔さんがいるからこそ、8の活動がまっすぐ進めているんじゃないかなと思っています。これからもみんなで楽しい思い出をいっぱい作っていけたらなと思っています。活動が5年を迎えたレベル8ですが、もっと長く末永く活動していけるようにこれからもよろしくお願いします。じゃあね。さんお誕生日おめでとうございます。はい、多分8月ぐらいからずっとお会いできてないですけど元気ですか？はい、なんか個人的に大輔さんすごいツボで、なんかもうたまに大輔さんが言ったふとしたこととかも思い出し笑いしちゃうぐらいめちゃめちゃ面白い人だなと思ってるんですけど、今年もたくさん私たちを笑わせてください。はい、そして今年はイベントとか少ないですけど、またレベル8でご飯食べ行ったり、遊んだり、なんだダンスしたり、楽しい思い出たくさん作っていけたらと思っています。はい、お体に気をつけて、お互い仕事や学校とかその他いろいろ頑張っていきましょう。それでは良い1年を。お誕生日おめでとうございます。24歳、長いですね。高校2年生のクラス替えからなので、
7年目ぐらいですかね。ダンス以外にも結構大輔とはプライベートでもよく遊ぶ仲なので、なんかこんな時じゃないと あんまこう感謝の気持ちとか言えないので、 いつもありがとうございます。弟もレベル8に入ってからすごいお世話になってます。大輔には結構本音で深いとこまで掘って話せる仲だなと思ってます。大輔のなんだろうな、いつもこうスンってしてるあの感じすごい好きですこれからも全然長い付き合いになると思うので、ダンスもプライベートもこれからまたよろしくお願いします。今年はイベント出れてないので、今しかできないこの動画作りとかね、そんなんでダンスで阿賀野市盛り上げていけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。あとは24だからね、大輔の彼女がそろそろ見たいな期待してるぜ。じゃあ